しゃあ今日もめちゃくちゃ働くか。絶対負けねえ。他の会社よりもうちらが一番強え会社だ。負けたくねえ。あ、もしもし。はい、お電話いただいたものです。はい、後ほどまた。はいはい、そちらの話は、はい、私からさせていただきます。ありがとうございます。しゃあ行くぜ。おい、お前ら今日も稼ぎまくるぞ。はい。しゃあ、おい、東。はい。この前の商談どうだった？それからしました。実は、ちょっと失敗、破談してしまいまして。失敗しただと？はい。どういうことだ？待ち合わせの時間に僕は遅刻してしまいました。てめえ！舐めてんのか？すいません。どうするつもりだ？いや、謝ったんですが、もう君とは話したくないということでしたので、どうしていいか僕も分からず。あ、もしもし、山中商事の、山中商事の専務の方ですか？この前、東が、すいません、遅刻してしまったようで。申し訳ございません。もし、よろしければ、商談の話は一旦置いときまして、今度、叙々苑に皆さんに行きませんか？そう、山中商事の社員皆さん全員でです。ちなみに、私のお金、ポケットマネーで、パーッとパーティーしましょう。叙々苑で食いまくり飲みまくりスーパーパーティー開催決定だ。はい、そういうことで、まあ商談をやるかどうかはその後決めましょうよ。はい、すいません、ご迷惑をおかけしました。それでは楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。社長、ありがとうございます。いいから仕事に戻れ。はい、失礼します。まったく手が焼ける野郎だ。おい、上村。はい。そういえばプレゼンの資料どうなってる？はい、あ、すいません、昨日夜中徹夜でまとめようと思ったんですが、ね、寝てしまいまして、今半分しかまだまとめられておりません。なんだと。お前、あれほど寝るなっつってろ。はい。お前がレッドブル何本お前差し入れしたと思ってんだ。すいません。ったく、どうするつもりだ。時間までに必ずまとめ上げる。間に合うわけねえだろ。すいません。プレゼンまであと何分ある？あと30分です。30分であと何ページ分だ？半分なのであと15ページほどあるかと。15ページ？はい。そんなことお前にできるわけねえだろ。いや、でも分かった。私が全部やる。社長、そごたごた言ってないで、やれることやれ。はい。いい、今からプレゼン資料組み替えモードに変更。 PR49 B モード発動。受付の組ちゃん休んで。
なるほど。上村。はい。上村。はい。あとどれぐらいだ。すいません。あと14ページ半です。14ページ半。はい。違う。プレゼンの時間まであと何分だって聞いてんだ。あ、時間まで。あと15分です。15分？はい。もうそんな時間か。一旦電話しろ。電話。先方は今どこまで来てるか。あ、わかりました。急げ。では、すみません。久美ちゃん、休憩開けて、仕事に戻って。あと、資料室の田中さん、モニターで見てるよ、休んでるの、働いて。社長、あの、先方が今、最寄り駅まで来てます。最寄り駅？はい、駅からここ会社まで徒歩5分、あと5分ほどで到着するかと。そう、早めに着くってことか。はい。まずい、どうしよう。どうしましょう。そう、とりあえず、はい、あんたはできることしな。わかりました。あとは私に任せろ。ありがとうございます。行け。はい。あ、どうも。本日、はい、プレゼンさせていただきます。はい、あの上村なんですけども、今ちょっと手が離せませんでして、はい、私の方からちょっと電話させていただきました。ですね、今あの会社までの道のりなんですが、プレゼンまでの時間まで結構あの余裕がありますんで、あの桜並木がありますんで、そちらをご覧になりながら、散歩しながら来てください。で、このマンションの下に来ましたら、私の知り合いがカフェをオープンしました。だからそこでカプチーノが美味しいので、サービスで出させるように手配しておきましたので、そちらでゆっくりしてから来てください。はい、それではお待ちしております。20分伸ばしたぞ。ありがとうございます。間に合わねえ。ただ間に合わせるしかねえ。社長、コーヒーです。コーヒー今さら。こありがとう。猫舌だっつーの。よし、あ、事務局のセリナちゃん、休憩入って。資料室の小川さん、あの働いてないの見えてるから働いてください。本当にまったく。よし、コピー、紙のコピー急いで。コピー、はい、はい、よし、コピーお願いします。よくやったじゃねえか。ありがとうございます。順番234が入り違い。すいません。3と4の287。これで資料完璧。はい、 OK。 ありがとうございます。いきや。はい。はあ、まったくあの子たちったら。どうした、アズマ。社長、隣のライバル会社の連中が攻めてきました。どういうことだ。日頃の社長のやり方が気に食わないっつって、武力行使で、あれは100人はいます。僕らを暴力で潰そうとしてます。投げやがって。よし、アズマ、今からうちの会社のデータを全部あたいが今からまとめる。そして奴らにこのデータを奪われないように、すべてこれにこのデータを全部入れる。それまでの時間稼ぎ、あんたにできるか。でも僕にはそんな力が。力がないとかやれないとかじゃない、やるんだよ。はい、行け！かかってこい！
すまねえ。耐えてくれ、アズマ。鉄は全部あたいが吹いてやる。受付の由美ちゃん、逃げて。アズマ、あとちょっとだ。プレゼン室、プレゼン室、もしもし、もしもし、上村、はい、プレゼンの方はどうなった？失敗しました。バカ。まあそれはどうでもいい。あんた今プレゼンは終わったの？終わりました。今ね、ライバル会社が与えられるブロック講師でデータを奪いに来てる。今すぐこっちへ向かいな。はい、ダッシュだ。了解です。うっ、よく駆けつけた上村、手伝ってやるな。お願いします。危ないよ。お前はすまねえ。強すぎる。今データをダウンロード中。データをダウンロード中。 PC ワックスビー、 PC ワックスビー。大阪支社の冬木ちゃん、今からデータを今全部取ってあんたのそっちに持ってかせるから、その準備だけしといて。よろしく。 OK、 できた。上村、はい、今すぐこれを持って大阪支社に走るんだよ。まさか、分かりました。うわ、急げ。よっしゃ、東、いいかい、あんた今すぐ逃げて身を隠しな。いや、そんなことできません。じゃないと誰か一人だ。結末が分かんねえだろ。じゃ僕が残ります。いやー、お前は残るな。あたりが残る。行け。すいません、お世話になりました。おい、まだ生きてたんだ。よくもうちの社員のボロボロにしようか。ただもうデータはここにはないよ。あと残ってるのは私だけ。ちょっと遊ぼうか。えー、おすすめ動画もあるよ。